長倉です。今日はですね、人生で迷わなくなる方法みたいな話をしていきたいなというふうに思うんですけども、まずね、最初にお知らせというか、時間編集術、こちらの方ですね、非常に好調でですね、渋谷の TSUTAYA さんで1位だったりとか、新宿のブックファーストさん4位かな、目黒の有林堂さん5位とかですね、恵比寿の有林堂さんも7位かな、みたいな感じでですね、おかげさまで、ランキングにですね入り始めてます。なのでまだね、読んでない方はぜひね、この時間編集図読んでもらえたらなというふうに思ってます。で、今日はね、先ほど申し上げました通り、人生で迷わなくなる方法っていうことなんだけど、人生で迷わないねためには何が重要かっていうのを、ズバリ言うと、自分の価値観を明確にするっていうことなんだよね。自分の価値観を明確にするってどういうことかっていうと、一番わかりやすいのは、好き嫌いみたいなところをはっきりするっていうことなんだけど、意外と、そういうのができてない。なんか周りに流される好き、ね、周りがみんなが好きだからやるとかっていう人が結構多いかなと思います。これはしょうがないよね。日本の教育考えた時に、結局みんなね、周りに合わせて生きている人が多いわけですよ、ね、例えば周りが学校行くから学校行くとか、周りがなんか就職してるから就職活動するとかね、なんかそういう人って俺すごく多いなっていうふうに思ってるわけで、これ何かっていうと、結局ね、俺らっていうのは自分の価値観を明確にしないままね、生きてきちゃってるってことね。だから俺たちは学校教育の中でどうしてもやっぱ自分の頭で考えるっていうよりは周りに合わせて生きていく、よくね、同調圧力なんて話があるけど、日本は同調圧力が強いみたいなね、そういう部分っていうのは否めないのかなというふうに思います。じゃあそんな中で、じゃあ僕らがね、どうやったら、自分の価値観を身につけることができるのか。で、さっきから言うように、自分の価値観さえ身につけてしまえば迷うことはないわけ。で、俺はいろんな人に会ってきて思うのは、やっぱり迷ってる人が多いんだよね。しかもその迷ってて、その場その場で、時間が迫ってんのか、周りに合わせたのか、わかんないけど決めた結果っていうのが、大体ね、一貫性がないわけよ。その場その場で、なんかいい話聞いたからこれ、いい話聞いてね、この話面白そうだからそっちに行ったみたいな。その一貫性がないわけ。で、これって本当に価値観を持ってないからなのね。自分の価値観を明確にしてないからなんだよ。例えば、俺がいつも思うのは何かっていうと、その自分探しとかさ、本当の自分はどこを探そうとかさ、なんかそういう話ってあるじゃん。で、その時に大体過去を振り返ってみたいなとこあったりとかするんだけど、それだけじゃね、なかなか自分のそういった価値観って見つけづらいんだよね。それなんでかっていうと、どうしてもやっぱりその自分の価値観をなんかこう、都合のいいように考えちゃう。今の自分の状態の都合のいいように考えちゃうんだよね。だから、なかなかその明確な価値観だったりとかって見えてこない、本当の自分っていうのはなかなか見えてこなかったりとかするわけ。で、そんな時に、俺がね、すごく思うのは何かっていうと、例えば今年だったら、いろんなことが起きたわけだよね。いろんな出来事が起きた。例えばじゃコロナが起きたとか、いろいろあったわけじゃん。だそんな中で自分がどういう行動をしたのかっていうところが重要なんだよ。そんな中で自分がどういうふうに考えたのかっていうのが重要なわけ。だから何かを振り返った時にどうのこうのっていうその出来事とかよりも、その今ね、比較的今年の出来事だったら覚えてるわけじゃん。で、今じゃあ自分はどういう行動したのか、じゃあコロナにぶち当たった時にどういう行動したのか、どう考えたのか、それが自分にとって非常にね、重要なポイントだったりするわけ。その自分っていうものを知る時に、例えばなんかのなんか許せる許せないとかあるわけじゃん、自分の中で。例えばじゃあ俺だったら、じゃあいろんなね、ホテルに泊まるとかいろいろあるわけじゃん。ね、例えばその仕事で、ね、ホテルに泊まるっていうのはよくあるわけだけど、で、俺の中で意外と許せないまでは いかないけど、例えばトイレとその風呂が別々であるってことは、俺にとって意外と重要だなっていうことに気づくわけよ。で、これどういうことかっていうと、例えばさ、結構いいホテルでも外資系とかのホテルだと、トイレと風呂って大体一緒なんだよね。大体一緒、別々になってるんだよ。でも日系のホテルだとそこまでレベル高くなくても別々だったりとかする。そうすると俺別々のホテルの方がいいなーなんて思っちゃうわけ、本当に。で、昔その外国人向けのマンションにね、日本に住んでたことがあって、海外でも住んでたから、海外はもうしょうがないよね。大体海外はバスと大体一緒だから、でも日本でもやっぱ外国人向けのところに住んでた時とか表参道とかでね、そうするとやっぱり風呂と便所一緒だったりとかするんだよね。だからそういうのってなんか落ち着かねえなとか、どうか思ったりとかね。じゃあそこはじゃあ何なのかなと、自分は何なのかなって言った時に、例えばじゃあそこからどういうふうに考えるか、じゃあ俺は結構トイレに一人でいるのが意外と好きなんだなと、じゃあそこからじゃあ自分は一人でいることが好きなんだなとかね、一人になりたいんだなっていうの価値観が分かるわけじゃん。そうしたら自分はその周りに合わせるんじゃなくて、で、自分で一人にいる時間を大事にしようとかっていうのが、この簡単な例で言うとね、見えてくるよっていうこと。
うん、だから、自分の価値観を、が分かるとね、じゃあ誰かに誘われた時も、いや俺は例えばじゃあ1週間のうちこれぐらいは1人でいなきゃいけない、1日のうちこれぐらいは1人でいなきゃいけないっていう時間を確保するようになるわけ。そうすると何がいいかっていうと、その周りに流されないで自分のペースを守って生きていける、自分がブレないっていうこと。でもそれが例えば自分が1人でいる時間がとても大事だと、自分の人生の中でとても大事だっていうふうに、思えてなかったら、そしてそのために時間をブロックできてなかったら、なんかいつもにかね周りに流されてっていつもにかメンタルがやられてしまうなんてことが結構起きると思うんだよね、うん、そういった意味で、まあ俺は特にこのね直近この今年を振り返った時に、じゃあ皆さんよく考えてもらって今年を振り返った時に、じゃあ自分の価値観って何なのかなというのをなんかよく見るといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日は人生で迷わない方法って話をしたんだけど、人生で迷わないためにはなんて言ってもですね、自分の価値観を明確にする、自分の価値観を知るってことだから、本当の自分とかってどうでもいいのよ。本当の自分なんかないから、ただ価値観っていうのを持ってるわけ、絶対に、ね、それは俺たちにインストールされてるの、それは、ね、いろんな価値観を、うん、だそういう価値観をインストールされた自分を、どういう自分はそのどういう価値観をインストールされてるのかっていうのを明確にする必要があるよということで、実はですね、まあ、今回、まあ、俺の方でですね、そうやって自分どうやって価値観をね自分の明確にするのかっていうね、無料の音声プログラムも配信することにしてるので、こちらのね概要欄に書いてあるリンクから申し込んでもらえると嬉しいなというふうに思います。まあ、ワーク付きでですね、音声プログラムなんて気楽に聞いてもらえればなと思います。はい、ということで今日は人生で迷わないためにどうすればいいかという話をさせてもらいました。ありがとうございました。